スイスの登山ガイドらと、左から二人目がマキ。1921年、マキアリツネは、宮城県仙台市出身の日本の登山家。日本山岳会設立者、会長、日本山岳協会会長、名誉会員を歴任し、ヒマラヤの8000メートル本、マナスル第三次登頂隊長として、日本隊のマナスル初登頂を成功させた。近代アルピニズムの開拓者、 紹介者、1回は、14位。文化功労者、仙台市名誉市民。父、牧武氏は、新潟県の氏族であったが、幕末、維新期に、仙台藩が、越後国長岡藩と、友好的であったことや、福沢諭吉の推薦などによって、有りつが生まれる頃は、大雨日日新聞主管として、仙台に赴任していた。本籍地は、東京都文京区。 宮城県市範学校附属小学校、仙台第二中学校を経て、1911年、慶応義塾大学予科に入学する。1914年、慶大教授の加野小木和信ノと共に設立した日本産学会に入会し、翌1915年には慶応義塾産学会を結成している。1917年、慶応義塾大学法学部を卒業する。 1918年、アメリカコロンビア大学に留学する。1919年から2年間ヨーロッパで過ごすが、この間スイスに滞在し、アルプスをくまなく登山し、1921年、グリンデルバルトの登山ガイド3名と共に、アイガー東山寮を初登攀する。その記念として3年後に1万スイスフランを寄贈して、ミッテルレギ小屋を作った。スキーについては、 早いうちから日本ストックによる滑走技術を習得しており、登山用品として利用している。1923年1月に、板倉マサル三田幸男と共に、当期の立山登山を目指した際には、地元の登山ガイドらに、スキーの講習も行った。しかし登山の方は悪天候のため登頂を断念、さらに下山中に、板倉が松尾峠で、 遭難死するという痛恨の出来事があった。1925年、早川種蔵とともに、カナダのアルバータ山世界初登頂に成功。その際、頂上に、細川森立公爵から預かった銀のピッケルを建てた。また、この投販の際に、絹のクライミングロープを初めて使用したとされている。また、スイスから持ち帰ったピッケル、シェンクを日本に紹介した。 1926年、秩父の宮用人都市新能の区部で、陶器スキーや、カキマッターホルン、アルプスなどを登山した。有リをリーダーとするパーティーの一行は、松方三郎、松本重春の上流階級の指定からなる、秩父の宮サロンであり、山岳会の学抜系はこれを乱章とする。また、摂政殿下の午前で、登山公演を行う。帰国後、遠水港政党や、 南洋拓殖の役員を歴任。1944年、日本産学会会長に就任した。第二次世界大戦中、桃瀬慎太郎の手引きによって、長野県大町市に一家で疎開。戦時中の空襲で、横浜の自宅と家財の一切を失い、南洋拓殖株式会社の拓殖事業に携わっていたことで侵略に関与したとして戦後、GHQ から、 公職追放指定を受けた。戦後、国民体育大会が開催され、国体に登山部門が設立されると1949年、第4回国体登山部門会長となり、以後第6回から第9回国体で登山部門会長を務めた。また、著書、参考は、し賀茂げ日本風景論、ウォルター・ウェストン、極東の遊歩場に並ぶ、地理、地形の名著とされている。 1956年ヒマラヤ山脈の未登峰の一つであったマナスル、遠征隊の隊長となった。同年5月9日、11日にアリツネの指揮する日本隊はマナスル登頂に成功した。この海峡は日本人の精神力と体力が世界各国に被験するものであることを示し、自信を与えるニュースとして懸念された。同年7月16日アリツネは、 仙台市名誉市民に衰退され、さらに文化功労者、君さん等旭日中受賞を受賞した。その後も立山観光顧問や英国産学会、アメリカ産学会、アパラジア産学会、スイス産学会の革命誉会員を務め、1989年5月2日に没した。のぶ、14位。宮城県で生まれ育ったが、祖父の牧賞。 太氏は、越後長岡藩主であり、父親の牧武氏もまた、越後長岡で生まれ育った。政治学者の牧友もは2位。建築家の牧文彦は老い。室町、戦国期の演奏は、三河国牛久保城宿鳥聞き、牧子しな守である。近世になると、牛久保城主から、上野国王御城主を経て、越後長岡藩主に栄転した、藩主牧のに随従して、 その上級家臣に名を連ねていた。有りの家系は、越後長岡藩主と兄弟分の家柄で、客人分連綿の家系とされた、牧内蔵助への所留となる。また、有りは、城材戦場、花をかいても義理は角くなをかくんとする、長岡人の気風の影響を大きく受けていたと言われる。ありがとうございます。